分かち合えない秘密を共にした、それなのにただ一言のごめんねだけやけに遠くて言えなかったり、明日も会うのになぜか僕らは眠い目こすり夜通しバカ話、あくる日案の定机並べて居眠りして、怒られてるのに笑えてきて、理屈に合わないことをどれだけやれるかが青春だと、でもどこかで僕ら思っていたのかな。一番大切な君と仲直りの仕方、大好きなあの子の心の振り向かせ方、何一つ言えない僕らの未来だから、答えがすでにある問いなんかに、用などはない、これまで出会ったどんな友とも違う君に見つけてもらった、自分を初めて好きになれたの、わかるはずない、君にわかるはずもないでしょう、並んで歩けどどこか仕方、あなたと初めて怒鳴り合った日、後で聞いたよ君は笑っていたと、思いの伝え方がわからない、僕の心君は無理やりこじ開けたの、答えがあるといいばかりを教わってきたよ、だけど明日からは僕だけの正解をいざ探しに行くんだ、また会う日まで次のクランに当てはまる日々を、僕は私は
とうございます。引き続いてラッドウィンプスさんの正解というグループでした。ありがとうございます。